ラッシュふんだんに使っていくペンリッチ。見てます。TS はこのインパクト返しの精度非常に高いです。返すんだわ。はい、ペンリッチ OK よ。返します。暴れ食らってもいいよ、暴れ食らってもいいよ。して投げていく。おお、前に含めてる。さあ、じゃあカウンター。オッケー、よー、完璧。大剣、大剣使いましたね。オッケー、全然ある、全然ある。今チップ勢でいる。投げ、どうだ、ワンチャンか。誘っている。23、おい、やばい。おっ、それは一瞬戦か。イエーイ、天気発見だ。興味津々勢いよ。なーい、これ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 、勝てんの。神判断なんだけど。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、マジ勝てるんや。ここ踏ん張るわ、本当に。全然いい、全然いい、全然いい。はい、でかい。入れ替えて。何でもリーサル。うま、すげえ。いや、いや、いた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 。いやー、1ミリ残るわ。あ、マジ？おー、やはり残っている。さあ、勝負の分かれ目中断。よし、おい、はい、ナイス。ピーク、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 強いの知ってたけど、完璧やん、これ。超大変なことも。いや、めちゃくちゃ強かった。いやー、大見てるぞー。いや、すげえ。めちゃくちゃ強い。さあ、重要なマッチアップ、歴史ある両名の対決。後ろ投げでのこの画面足はキャンセルした時と、おーい、これ敵を警戒してたか。ジャストパリ、これは大きいぞ。なるほど、この状態の感じの持ち足強いっす。おーおーい、ちょっとだけ出なかったか。まーす、セットプレイ。おー、ここで太いの当たってた。でかいの来ましたね。いいね、はい、いいね、いいね、いいね。スライシール、おわ、そうだよね。おお、美味しい。簡単だと届かないですよ。おわ、そうだ。どうする？で、しかし、リーサ、さあ、耐えてリーダーと起動。しかし、SAゲージの差では数の子が勝っている。うわー、止めた！うるっときた！さらに、オーディー陣雷からダメージを奪っていく。投げ一回受け入れると、突き受け入れられないようなタイプになりそうだが、インパクト素直に来た。これ、足りそうだぞ。どうだ、タイプか？オーディー陣雷。やっぱ、インパクトなんだよ。ありがとう。オーディーにはインパクトってことなんですか？でもインパクト2回はすごかった。まあ最後は、まあ、インパクトでしたね。お互いに1年前からインパクトをこのプレイヤー通るなっていうふうに考えたら見たと思うんですけど、1年後にやってもやっぱりそうでした。ということで中堅戦はサコ対ウリョ。結構攻めづらいんですよね。オーディー無敵技と。いやー、どんな。そして飛びピンポイント。よっしゃ、おっきい、おっきい、お前は。よっしゃ、勝負の分かれ目中断。うわー、そしてじゃあ KO をしている。誰行く大将？ゴーキやったら俺にします。どうします？そうっすね、ゴーキやったら、そうっすね、ウリョさんにしますか。 TS ゴーキ一先、俺誰でも引ける気するんで、その精神でいきたいと思います。頑張れ。いいなぁ、ウリョが割り込んできた。いい、いい、いい、すごい。一先リフリから完全にやりに来ている。おー、暴れて後ろ投げ。これめっちゃでかいですね。でかすぎる。ナイス。タッチ受け多めになってきましたね。最後に頼る技はジミこれなんですけど、ね、ラッシュ。オッケー、よしよしよし。これで3本。ナイス。抜けている。 TS もこれでドライブゲージが3本以上になりました。でかすぎる。止めている。うまい。ダイヤバード。これでいいよ。オッケー。あー、止めてる。ダイヤ締め。ディリバ3番。あらあら、SA ゲージは1本持っている。押してるのが見えてる。 TS 中断。シュート。あー、出し切った。うーん、運がいいよ。ウリョくん、ウリョくん大吉です。大吉、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 ガチャ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 。